で愛知県豊田市で活動をしています。中京大学八幡です。で今年のテーマは小原四季桜です。豊田市小原地区は桜と紅葉の名所なんです。そしてその桜が春だけではなく秋にも咲くということで、この四季を超えた桜と、そしてもみじの出会いを表現します。奇跡の出会いが作り出す絶景、赤とピンクの美しい共演美を会場にいる全ての人に共に作り上げてお届けしますということです。はい、それでは踊っていただきましょう。中京大学八幡の皆さんです。どうぞ。会場の皆様こんにちは。私たちは愛知県豊田市で活動しております、中京大学八幡です。全力で演舞させていただきます。皆様よろしくお願いします。それとさて、その男はトヨタの小原に摩訶不思議な桜を植えたという。